喉がカラカラでね。始まってる。はい、こんにちは。前回の続き、話させてもらいます。前回は斉藤実盛がたたりになるから、虫になってからガーッと攻めてくるから、あの虫を全部集めて隣村とか海とかに出て行ってくださいねっていう行列を作るお祭りがあったということなんで、もし見てない人は前回ちょっと見てください。で、今回は虫、天保の大飢饉とかがあって、虫っていうのは運化っていうのがすごく発生するっていうことがあるというお話をしました。その運化を追い出すお祭りはちゃんとする、殺生しないお祭りはするんだけど、実際は出ていかない、実際出ていかなかったらこれは仕方がない、出て行ってくださいと言ったのに出ていかなかったんだからお前が悪いということで、運化を退治する方法、これがこれです。これが田有機っていう道具なんですね。田んぼの油の機械じゃないんですよ、器っていう字、田有機っていうんです。で、これはあのこのくらいの筒のこのくらいの長さ、先がこう尖ってますね。これで真ん中に棒がこう入るようになってるんです。これであの棒をぶっやったら一番下のところに穴が開いてまして、その棒を差し込んだら穴が詰まるんですね、止まるんですね。で、離したらチューッと出る。要はこの中に油を入れてたんです。その油っていうのが江戸時代とかは鯨油、クジラの油、これを入れてたっていう話を聞きます。で、つい最近僕が聞いたのは、あの実際使ってる人に聞いたのは、重油入れとるって、重油でやったって真っ黒になるやろとか言ってたんだけど、重油を入れて使ってたということです。まあ重油もずっとあったらしいですね。やっぱ昔はあのクジラの油とかが多かったと思います。で、それをあのその中にいっぱい入れて、で水を張ってる田んぼ、稲がこうある程度伸びてきてるところですね、そこに稲にあの運化っていう虫がいっぱいつくわけです。それでこの田有機でポッとこう線を抜いたら、トゥルトゥルトゥルっとこうあの油が落ちたら、その水面に落ちたらスーッと広がるんです。油は薄く広がりますよね。スーッと広がったところに、あの足とかちょっとしたあの棒とかで稲をパン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 叩くんです。足でコン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 やったりするんです。そうしたらついてる運化がパッと下落ちるんですよね。落ちたらこの油に絡みつくんです。こんなもう絡みついて飛べなくなるんですよね。だからあのポトッと落としながらトン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 稲を叩いて行きながら、またちょっと先行ってポトンとこう油を落としてトン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 と叩いて運化を落とすことによって駆除していくわけです。そういう形でもうこれは殺すしかない、あの出て行ってくださいよって、一応お祭りしてて殺したくないから出て行ってくださいよって言ってるんだから、もう出ていかなかったお前が悪いんだとそれは頼まいって頼まいっていうことでこうやって殺していくわけですね。この田有機っていうのは愛媛県を調査してたら出てきたんです。で、県外ではどうなのかなっていうのを僕知らないんですけど、ぜひ教えてください。こう運化を退治するのはどうして退治してたのかなっていうの、これはあの一つの方法なんだろう。もう最近はあれですよね、もうぐわーっと白い農薬撒いてぐわーっとやったりとか、あのラジコンのヘリとかドローンとかでずわーっとこうやって農薬を撒いてやるっていう簡単な方法がありますけど、あの無農薬っていうことになったらこういう方法になりますよね。田有機知らなかったでしょ。知らなかった。知らなかったよね。なかなか珍しいんだけど割と多かったですね、使ってたのは。
で草の次は虫、ね、この戦いをやるっていうことで頑張ってる。6月、6月はなかなか大変な月だったんだと。6月7月ですよね、大変な月なんだっていうことで、今日は虫のことについてお話ししました。ありがとうございました。今日はおまけを、このコウノス、コウノスというこのミニ冊子なんですけど、コラム頼まれて私コラムを書きました。で、たくさん送ってきてもらったんですけど、これ埼玉県のコウノス市っていうところが出してる本なんですけど、面白いんですよ。これ今回ミングをね主体にして出してもらってるんだけど、これわかる？トウミダとかね、カラスキ、マグワ、マグワカラスキとかやりましたよね。エブリもやりましたよね。で、こう説明、そこにあるものの火とか糸車とかね、冬語とかやりましたね。こういうものをこうあるものを説明するんですけど、これの作り方が面白いんですよ。これが僕に依頼をくれた高橋さんの、元はあれですね、分析をしてる方なんですけど、でここに僕が河原のミングと奇跡の高齢者ということで書かさせてもらいました。これは改装法を書いてくれっていう話だったんですけど、改装法といっても難しいんだけど、今の70、80代の人っていうのは昔から奥土さんを使ってやってた、その奥土さんっていうのは1000年前から同じものを使ってるんだ、だから生き証人だから聞きましょうっていうようなことをここに書かさせてもらいました。で、町の風景とかも出てるんですけど、これ何が面白いかって言ったら、こう広告がいっぱいあるんですよね、地元の商店街だとか会社だとか、そのシトラーのこうたくさんの広告を出すことによって、この出版するお金を作るわけですね。でこういうような冊子を、で地元の人に配るわけですから、地元の人が、オラが村にはこういうもんがあるんだとか、まあミングだけじゃないです、観光地とかもそうなんですけど、そういうのがあるんだっていう、無料で配るわけですから、こういうやり方、もう いつも役所とかに行ってもミングの整理するとお金がなくて困るんだ、お金がないからできないんだっていうことだけど、そのお金を作る方法から考えてこれを作ってるわけですね。これ素晴らしいと思うんですよね。これなんかね、埼玉県の方の僕がコラム書くって、愛媛の人間がコラム書くっていうのはなんかこう申し訳ない気はしたんですけど、書かさせてもらいました。これはボランティアで書かさせてもらいました。そういうようなこと、どこの町でもできるだけやってみたらいいなと思うんで、これは村の集会とか商店街とかでも手を挙げたらできることだろうと思うんで、みんなで寄り合ったらできることだろうと思うんで、ぜひこういう方法があるんだっていうことを考えていただいたら、でどんどんミングを広めていっていただいたら嬉しいなと思います。ちょっとおまけでした。失礼しました。